これから皆さんを薬剤学ワールドにご招待します。薬剤学を武器にした薬の凄さを感じてください。薬はリスクなどと言われる薬をいかに有効でいかに安全に使うのか、これが薬剤学です。薬剤学ではどのような形の薬を作るのか、飲んだ薬がどのように体の中を巡って作用を発揮するのか、これを科学します。この薬剤学を使っていかにすごい薬が作られているか、花粉症の薬を例にしてお話しします。花粉症ではくしゃみが出たり鼻水が出たり涙が出たりしますね。これは体が花粉を追い出そうとして過剰に反応しているアレルギー反応です。このアレルギーを抑えるために抗アレルギー薬という飲み薬使われます。飲み薬水で飲みますので、外出先とかあるいは学校で飲みにくいですね。でも水なしで飲める薬あります。これは少量の水分で崩れてきますので、口に含むと唾液で崩れて水なしで飲むことができる薬です。それとは逆にゆっくり溶ける薬もあります。薬を飲んだ後、消化管の中でゆっくり長い時間にわたって有効成分が溶け出すことにより、1日1回飲むだけで長く効き目が続きます。また花粉症の薬飲むと眠くなることありますね。これ眠くならない薬もあります。私たちの脳にはいらないものを脳から運び出す運び屋がいます。この運び屋に薬を運ばせることによって、薬が脳に入らず眠気のリスクを抑えた薬の開発に成功しています。このように薬の形を工夫してより使いやすくしたり、薬の体の中の動きを制御してよりリスクを抑える薬、これが薬剤学の力で生み出されています。さらに薬剤学の力を使うと、どんな形の薬をどんな量どんなタイミングで投与すれば、それぞれの患者さんにとって最も有効で安全なのか予測することができます。薬剤学、その名の通り薬剤師が極める学問です。次世代の薬剤師が薬剤学を武器にしてますます活躍できると信じています。